秋田で活躍するモデル・タレントの原石を発掘する扉プロジェクト、とびまめ、ポンチャ、まゆみん、おしん、かやちゃんの4人がいろいろなことにチャレンジして成長したりしなかったり、そんな姿をお届けする番組です。とびまめ、こんばんは。かやちゃんことかえでです。今回は町に潜むモニュメントを探せ秋田市編後半。前回は人見知りの私とまゆみんの2人が出題された写真をもとに勇気を振り絞って秋田市内のどこかにあるモニュメントの目撃情報を聞き込みしました。ありがとうございます。ありがとうございます。こういうなんか絵が描いた柱がある場所とかご存知ないですかね。見たことないですかね。あるようなないような、あるようなないような、ありますよね。画像の場所探してまして、見たことないかなと思って。あ、これ、あの市役所の前です。あ、市役所の前、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。これ、この画像、市役所の前のほら、あの、山王通りに面したところに、市役所の横に、山王通りに面したところに、うん、目の前にありました。ありました。あ、ありがとうございます。市役所目指してると、すぐ、山王通り側行くと、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。到着しました。やっと1個目の場所。すごいね。そう思ってるかった。答えてくださった方々の情報をもとに正解の秋田市役所前のモニュメントにたどり着くことができました。本当にありがとうございました。こちらのモニュメントは秋田市政100周年を記念し平成元年に作られたものでした。続いて第2問はこちらのモニュメント、どこにあるのか全く見当がつきません。果たしてたどり着くことはできるのか。先月開通したばかりの千秋公園大手門の堀遊歩道で再び聞き込み開始です。秋田テレビのものなんですけども、今お時間よろしいですか。3時間で終わるんですけど。聞きたいことあって。あ、すいません、すいません。これは見たことない。見たことない。これ何、ブタさんなの。本当にブタさん。何のキャラ。どこの人。考察してみて。なんか場所、場所、また場所。でもこれさ、橋みたいな。橋っぽいね、うんうん、しかもなんかサイズ的にね、そんな大きくないんだろう。なんか目の形がちょっと特徴的ではあるよね。あ、なんか最初ヘノヘノモヘジね、なんかみたいな、そんな感じだったけど全然違った。曲がったなみたいな。なんかのキャラクターでも多分で、ね、なんか土手みたいなところにできた。だから多分橋なんだよこれは。うん、これを探すのむずいぞ多分、ね、すいません、秋田テレビのものなんですけども、声だけの出演でもいいので。これを見たこと、この場所探してるんですけど、見たことない。なんか豚みたいな。見たことない。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。話し込んじゃってる。すごい、綺麗な奥様だった。どこだろうこれ。どこだろう。見たことないですかね。私はないね。どこだろう。どこだろう。このキャラクターも見覚えないですかね。ああ、そうですか、わかりました。ありがとうございます。見当たり次第声かけました。これは難易度高いよ多分。うん、すいません、秋田テレビなんですけども、ちょっとお伺いします。すいません、惨敗。うん、すいません、秋田テレビのものなんですけど、声だけでも、すいません。すいません、秋田テレビは声だけでも大丈夫なんですけど、ちょっとお伺いしたいことありまして、はい、このなんかキャラクターとかって見たことある？ないか、ないか。なんだ、なんだと思うこれ。
応これを今秋田市内で探してまして、うん、なんかな公園みたいな場所だけどね、なんか結構この橋かなんかじゃないかなと思うんですけど、うん、秋田市内じゃないんですか？市内なんですよ。あ、市内なんだ。分かんないか。ありがとうございます。ありがとうございます。またね。見てみる？すいません、秋田テレビのものなんですけども、はい、声だけでの出演でもいいので。ちょっと今お伺いしてて、これ見たことないかなと思って。どっかで見たことあるような感じはし。じゃあ秋田市内なんですけど、はい、と言われてるんですけど、はい、この辺だったかどうかって分かんないですかね。ちょっと分かんないですね。あ、そうです。どっかで見たことある。あ、本当ですか。はい、何なんですか。いや、なんかそれを探して何か分かってなくて、これを探さなきゃいけなくて、今ヒントがこの写真しかなくて。あ、そうなんですね。そう、この場所にここにあるかも全く分かんない。そうなんですよ。今これをちょっと探してるんですけど、いやヒントなることは言えないです。いや、すみません、ありがとうございます。難しくない？しんどいって、やばいやばい。やべ、ちょっと子供たちは、うん、どうしよう、どうしよう。結構さっきの一番最初の画像よりいっぱい聞いたよね。めっちゃ聞いた、めっちゃ聞いた。でもみんな最初の画像もう一発でバンって、あ、市役所ってなったけど、これはちょっと難しいぞ。ヒントっぽいのもあんま見当たらないね。キッズはお母さんたちね、出れないから。ね、ちょっとどうしよう、本当に行き詰まってきた。意外とあれだね、モニュメントってちゃんと見ないもんだね。これどこ？人いなくなっちゃった。やばい、こっち側。やばい、どうしよう。で、この辺も全部あれだし。やっぱあれだね、あっち側に人いっぱいいたんだね。やっぱ駅のまで行くのが正解だったんだね。こっち誰もいなくなっちゃったね。働いてる人しかいないや。困ったな。女性2人。あ、さっきの。あの、ここからいらっしゃる。あ、あっち？聞いてみる。さすがにもうこれ聞かないと一生。もう終わんないよ。なんかヒントもらえないのかな。ヒント欲しい。画像だけじゃ厳しくない？欲しいよ。モニュメントの有力情報をゲットできず、お堀のそばをただただ彷徨う私たち。暑くても気力体力とも限界に。本当にこれどこ？この写真何かヒントありますか？このままでは終われません。お知らせの後も聞き込みを続けていきます。写真の情報をもとに、町に潜むモニュメントを探せ秋田市編。どなたかこのキャラクターがいる場所知りませんか？どうする？結構声かけたけど。結構声かけたよ。みんな分からない人。バスバッキン通行の邪魔になるから。やばいって。なんもあれだもんね、手がかりもないし。まだ手がかりつかめてないね、豚さんのは。やばいよ、これは分かんないよ。いや難しいね、うん、ちょっと暑いし話せなくなってきた。頭が回らなかった。分かる。致命的だ。いつもおしゃべりなのに。私お酒の力を借りてないからだよ。今ビール飲めばすぐ見つかるような。なんかそれってさ、うん、街中にあるかな。なんか公園とかとかじゃないよね。分かんない、ヒント欲しい。ヒント欲しいよね。でもこれきっと周りをさ見ちゃえばさ、場所が分かるから、こんなここだけとかなのかな。でもこういうキャラクターとしての紹介があるのかな。このどうなんだろうね。かわいいけどさ、かわいいけどどこ？
周りがだって緑と茶色しかないんだもん。あ、どんな人だったら知ってるんだろう。どの年代だったら知ってるんだろう。いやでも結構今いろんな年代に話してる。いろんな年代に聞いたね。若い方も、お兄さん、お兄さんたちも聞いたし。なんか聞いてみる。すいません、秋田テレビのものなんですけども、はい、今お時間よろしいですか。ちょっとだけなら、ちょっとちょっとだけ。深夜番組とび豆という番組で今ロケしてるんですけども、はい、今この場所探してまして、このキャラクターとかで見たことないですかね。いや初めてだね。あ、初めてだね。全然いない、これ全然知らない、まあ、チョイスが文句つけ始めてまた意地悪チョイスだよね、完全に、うん、意地悪だよね。ちょっとどうする、うん、あ、言ってたよね、なんか二つ目、2、3、4はあんまり人通りないって言ったよね。一個目はよくわかるし、さっきのやつはめっちゃわかるけど、うん、みたいな言ってたよね。勝手に次行こうとしてる。もう無理だみたいな。勝手にもう無理だって。判断。むずすぎ。あ、ごめん、投げちゃった。むずい。無理だよ、こんな。もう泣き言言うよ、全然。もう、厳しいよ。厳しいよ。ヒントが欲しいよ。これを知ってる。例えばさ、うちの地元で行ったらさ、うん、まあまあ地元っていうか同じ秋田市だとしても、うん、秋田市のここの出身の人とか、ここの出身の人とかで絶対見てないじゃん、うん、歩かないじゃん、ね、秋田の人って車だから。そうだね、そうだね。これ歩かないと見えない場所にあるとしたら、うん、絶対わかんないと思う。確かに。でもその地元の人だとしたらどんぴしゃでわかるんじゃない、うん、なんかあれだよね、広範囲でもいいから、うん、なんかどこら辺とか、ねね、知りたいよね。で、なんかこれチャンスタイムみたいなのないの？こうクイズ番組みたいな、あのヒッピーヒッピーみたいなやつ。ね、ないのかな。中野さんに情で訴えかけよ。そうだよ。さすがに無理ですって。すごい落ち込んだ顔して、いっぱい聞いたんですけど。多分放送でもカットされて流れてないだけでいっぱい聞いたんですけど、ずる賢い感じ、反省した顔して、さ、そろそろヒント欲しいなって、ヒントくださいって顔してよ。うろちょろしててきっとご迷惑になってしまうから、皆さんどこら辺待ってよっか、パスでも見て、こっち側全然咲いてくれてないけど、こっち側チェキあるんだな。お母さん見てみたい、見てみたい。え、すみません、見たことないかな。あ、どこだっけ。え、知ってます。わかります。ガチャガチャになってた。ガチャガチャになってた。なってました。え、本当ですか。これがですか。なってました。これがですかも知ってるよね。え、でもどこに行ったの。どこだっけ。場所はわからないです。あ、そうですか。ありがとうございます。ありがとうございます。結構有名なんですか、キャラクターって。ご当地ガチャが出てきました。あ、そうです。あ、なるほど。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。声だけの方がいいですから、ね、声だけで。深夜番組の鳥豆という番組なので、もしよかったら見てください。声だけで。ありがとうございます。すごい、初めてガチャガチャになってる。いや、すごい、見たことある人初めて。ね、初めて会ったね。よかった、声かけて。ご当地キャラなんだ。なんで、じゃあ知らないの。ガチャガチャになってるご当地キャラ。このキャラクターはどうやらご当地キャラという有力情報を手に入れた私たち。モニュメント探しの旅はついにクライマックスへ。なぜブランコに？街に潜むモニュメントを探せ秋田市編。写真のモニュメントの手がかりが全くつかめず、若干ふてくされていた私たち。しかし諦めずに声をかけ続けていると、そこに救いの手が。見たことないかな。あ、どこだっけ。え、知ってます。わかります。ガチャガチャになってた。ガチャガチャになってた。なってました。え、本当ですか。これがですか。なってました。これがですかも知ってるよね。え、でもどこに行ったの。どこだっけ。見たことない。場所はわからないです。あ、そうですか。ありがとうございます。ありがとうございます。結構有名なんですか、キャラクターって。
ご当地ガチャが出てきます。あ、そうです。あ、なるほど。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、2個目の写真でございます。はい。問題の。問題の。なかなか。でも、有力情報はちょっとあったよね。ここだけ。ね、お姉さんが言ってたね。ご当地キャラのガチャガチャがあるみたいな。うん、これをガチャガチャで見たっていう。おお。それが一番有力な情報かな。うん、で、はい、実は2個目以降、ちょっと難しくしてるんです。はい、これより難しいんだね。結構ここで詰まる。あ、そう、これも難しいんだけど。まあ、1個目たどり着いたと、はい、で結構歩いたじゃん、はい、暑い中でも、はい、なので、まあ、ご褒美としておでは何検索 OK にします。お結構ただ、はい、名前もわからなければそうですね。なのでその特徴から、はい、得た情報から、はい、検索して、はい、正解を導いてほしい。なるほど。思います。はい、はい、検索回数は何回でもいいですか？何回でもいい。お、もう、いけたね。お姉さんの情報を、はい、手がかりに、うん、検索しましょうか。しましょうか。どうする？ここで今検索していい？今これ検索していいよ。今？でも、ご当地キャラ豚かかしみたいな。ご当地キャラ豚かかし。あ、だ豚かかし。起きた。ご当地キャラ豚かかし。ブーちゃんに見えなくもないという。え、ブーちゃんじゃない。おー、でも全然違うの出てきた。なんかワンちゃん出てきたよ。ほんとだ。え、それご当地キャラで調べるの？秋田ご当地キャラガチャ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 。あー、ガチャガチャ。ご当地キャラガチャガチャ。え、あ、待って、これじゃない？あ、出た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 。すごい。へそすけくんだって。へそすけくん、すごい一発で出た。ちゃんと場所が出てきた。川辺へそ公園。なんで検索したの？秋田ご当地キャラガチャガチャ。ああ、で、ね、調べたら画像出てきました。もう完全にお姉さんのおかげだよ。お姉さんの情報のおかげ。ありがとうございます。ありがとうございます。見てたら、ね、ついに2問目の答えが判明。写真が撮られた場所は東経140度、北緯39度、秋田県の真ん中にある川辺へそ公園。へそ公園へとつながる絆橋に2体佇んでいるのが、2000年代初頭までへそ公園で行われていた川辺へそ祭りのイメージキャラクターへそすけくんなのでした。もうすでにお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、実はこの写真ものすごいヒント、いや答えがすでに写っていたんです。写真左下のここ、へそ公園の看板が思いっきり写ってました。見落としてた。続いて3問目がこちら。のどかな景色の中にポツンと立っている小屋。ドアには全品1個100円の文字が。一体ここはどこ？ヒントなさすぎ。思いきや、よく見てください。なに、ちょっとなに、諦めてる感じが出て、なに、ブランコ乗ってんの？ブランコ乗ったらね、乗りたくなる。そうだよね。なんか余裕ぶっこいてね。あと1個残ってるけど。いや、抱き寄った、抱き寄った。抱き寄ってないです。あ、爪甘いっす。爪甘いっす。なに、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 言っちゃっていいっすか？言っちゃって、言っちゃって。ね、そうだよね。うん、そうだよ。浅野さんからいただいた画像の下に、お、道路の書いてましたね。県道112号って書いてました。ね。マップのね、スクショだったから。そうだね。名前出ちゃってて。がっつり書いてたね。112号って書いてました。私大ヒントを得ました。私がこっちかなって思った場所ではないこともわかりました。ちなみにいつ気づいたそれ？まあ、いや、まあ、まあ、まあ、最初気づかないふりしてたよね。気を使うっていう大人の対応。
あ、だからブランコ乗ってんのね。もう余裕かなと。で、112号。はい。どこそれ？え、どこ？どこ？わからないよ。私の記憶に間違いがなければ、私の地元方面の道路だったとは思うんですよ。なるほど。じゃあ行こう行こう。行こう行こう。帰りはしないけどね。帰りはしないんだよ。飛び豆到着。到着。で、すごい動いてる。すごい動いてる。すごい動いてる。活発だね。でも撮りたかった。ここに書いてた全品100円みたいな。そうだね、なくなったね。中にお酒のよく見るベンチ、ね、ベンチがね。さ画像では後ろにあったんだよね。ここにあったね。多分バス待ち、バス待ち場みたいな感じになってました。全品1個100円の張り紙はなくなっていました。おそらく野菜の直売所だったと思われるのですが、今はタクシーの乗り合い所になっているようです。この建物は県道112号を秋田市方面から五城目町へと抜ける秋田中央広域農道入り口のすぐ手前にありました。3箇所目クリアしました。クリアしました。さあ、はい、はい、疲れたでしょ。ちょっとね疲れちゃう。一応、はい、今回の秋田市、はい、面白い建物モニュメント探そう企画は、はい、ここでゴールと。イエーイ、やっとゴール。どうでしたか、いろいろ回ってみて。いやでもなんかこんなところに、ね、うんうん、あったんだとかそういうの勉強になりましたね。勉強になりましたね。なんか気づかないね、やっぱ車だけ乗って。秋田の人車で、ね、多分移動する人多いから、ね、歩いてないと分かんないとことかがいっぱいあるなと思ったから、うんうん、散歩とかでしてみるのも全然ありだなって思いました。本当にあと暑かったし、風強かったし、遠いし、人に話しかけるの結構頑張ったよ ね。結構心も折れたけど頑張りました。今日一日頑張りました。人見知り克服企画みたいになったね。うん、頑張りました。前半ね、じゃあいい経験をしたということで、はい、はい、すごい楽しかったね。楽しかったね。楽しかった。嫌がったけどまたやりたいね。次回はあなたの街。次回はあなたの街に。なんで同じこと言ったの。なんで同じこと言った。人の言葉パクっちゃう。はい、それでは終わります。はい、じゃあね。町に潜むモニュメントを探せ秋田市編、無事クリアできました。秋田市内にこんな場所があったなんてと新たな発見がありました。何度か来てる場所なのに見落としてるものですね。今回の聞き込みで人見知り2人の根性もだいぶ鍛えられたと思います。次、私たちが聞き込みしているのを見かけたら、ぜひ声をかけてください。お願いします。皆さんもお出かけの際は、ぜひいろいろなモニュメントを探してみてはいかがでしょうか。次回もお楽しみに。